体を動かさない生活とは、体の活動性が全く、もしくは不規則にしかない生活のことである。テレビを見るなどの体を動かさない、時間の増加は、体を動かさない生活の特徴である。体を動かさない生活をしているものは、英語の口語では、ソファに転がったジャガイモと呼ばれる。体を動かさない生活は、発展途上国でも、機械発国、つまり、 先進国でも見られる。体を動かさない生活とは、例えば体を全くあるいはほとんど動かすことなしに、1日の多くの時間を座りながらあるいは横たわった状態で読書をすること、テレビを見ること、ビデオゲームをすること、コンピューターを使うことなどで消費することである。体を動かさない生活は、適度に体を動かしていれば予防可能な疾患や、 死の原因となる。画面時間とは人がテレビやコンピューターモニターやモバイル機器の画面を見て費やす時間のことである。過剰な画面時間は健康に悪い結果をもたらす。チョイスのじゃがいも、つまり体を動かさない人。体の活動性を欠くことは世界の予防可能な死亡の原因のうち非常に重要なものの一つである。長く座ることは 早期死亡の原因になることがある。1日に5時間以上座るとリスクが上がる。これは激しい運動をすることや BMI の値とは独立のリスク因子であることが示されている。じっとしている時間が長いほど慢性疾患のリスクが高くなる。1日に4時間以上座る人は1日に4時間未満しか座らない人に比べてリスクは40%高い。しかし、 週に少なくとも4時間の運動をする人は、1日に4時間未満しか、座らない人と同じくらいに健康である。座りがちな生活で体を動かさなければ、次のような状態のリスク因子となる。多くの健康、環境関係機関は、自動車による移動から、安全で、魅力的なウォーキングやサイクリングを促進することを目的とするアクティブモビリティの推進を解決策として採用している。 ウェルネスプログラムでは、道しるべとなる具体的な目標を持つことが必要、不可欠である。定期的な運動は、心臓の健康を維持するためにも、非常に重要であり、楽しみながら、運動をするなら、より良い効果をもたらすことが期待できる。英語の公語で、チョイスのジャガイモを意味する、カウチポテトは1970年代後半に、トム・ヤッチーノによって生み出され、 ロバート・アームストロングとジャック・ミンゴによるカウチポテトを特色とした日本の漫画、ドクター・スプド・エス・エチケット・フォー・ザ・カウチポテトとザ・オフィシャル・カウチポテト・ハンドブックによって普及した。運動不足は筋萎縮、すなわち筋肉の収縮と弱体化を引き起こすことになり、これは物理的な損傷のリスクを高めてしまう。また、体力は免疫系機能と相関している。 体力の低下は一般的に免疫系の機能の低下を伴う。身体活動の利点の周知にもかかわらず、アメリカ合衆国やイギリスでは多くの大人や子供たちは比較的座りがちな生活を送っており、そのような利点を得られるほど十分な運動は行っていない。2008年に アメリカで実施されたアメリカ国民健康インタビュー調査によると成人の36%が運動不足とみなされた。成人回答者の59%が週に1 0分以上続ける活発な身体活動に参加していなかった。ありがとうございます。